人口に属する菌類の一群従来の分類体系において、ベニタケ属、チチタケ属、多孔菌類、公薬タケ類とされたもの、及び放棄タケ類として扱われてきた菌の一部などを含んでいる。ベニタケ類は、腹タケ類から独自の進化を遂げたものと考えられている。このため腹タケ目との関係は直接的ではない。 ベニタケ木はまた、ミヤマトンビマイ属のような多孔菌類や、ハリタケ類、そうめんタケ型の菌群やホウキタケ型の菌のほか、柄が退化した団子状の小実体を形成する菌をも含んでいる。ミミナミハタケ属においては、典型的な小実体は柄を描いた平タケ型の外観を示す。このグループの端子方式は、典型的にはアミロイド性を示す、コブ状から、 トゲ状内し盲目状の文様を備えているが、人形竹もど貴族に属する金群や松の根口竹、族などのような例外も知られている。また、古実体の構成要素として、内部に、ゴム室や油脂などを含んだ、入管禁止と呼ばれる特殊な菌糸を持っていることが、多い。古実体の形態ばかりでなく、生態的にも、 多種多様で、樹木の細根と結合して一種の共生関係を営む、外生菌根菌及び木材を普及、分解して栄養源とする木材普及菌のほか、樹木の枯れ葉や枯れた細枝を分解して死化する、リター分解菌の範疇に入るものもある。さらに、一部のものは、地下生菌としても知られている。クラビーコロナ族は時に、ベニタケ木として扱われてきたが、 その基準種であるクラビーコロナタクソフォラは DNA の塩基配列を用いた分子系統学的解析によれば腹ケ目に属するものであることが明らかになった。旧来の定義によるクラビーコロナ属に置かれていた金軍のうちータクソフォラとは異質でベニタケ目に引き続き残留させられるべき種は松笠竹科のフサヒメホウキタケ属に置かれている。ミラー、 s l エトールパースペクティブズインザニューラッシュレールズマイコロジーア九十八九百六十九百七十ドイ十点三八五二マイコロジーア九十八点六九百六十リッキー eb ある。ファイロジェネティック＆タキソノミックスタディーズインアルトマイセズ＆クラビーコロナシドア五十五百八十一二百五十四。ありがとうございます。